太陽の光が心地よく聞こえてくるのは波の音だけ。今年結婚式を控える僕たちはビーチでセルフウェディングポートレートを撮ってきましたよ。夫婦のライフスタイルをありのまま刻む夫婦グラフ始めました。 I live what's wrong, 'cause I've seen down ending the night. No point to resist, no other fight. From days to years, just passing by. We lost our tension, lost the light across the ocean of our lives. はい、こんにちは。アラウレアのもっくんです。今日もですね、嫁のみゆきとですね、ウェディングのセルフポートレート撮っていこうと思います。で、今日はこちらで撮ります。じゃーん、どうですか？めちゃくちゃ素敵でしょ。ここね、僕が大好きな場所でね、何年か前に一緒に嫁と来たことがあって、ぜひここで撮ろうってことで来ました。今日はこのマンフロット B フリーの三脚を使っていこうと思います。最高だね。はい、こちらソニーの α7R3 に、はい、この前とおなじみですね 20mm F1.4 使っていこうと思います。はい、今マニュアルでピントを合わせました。今日は F7 のシャッタースピードが400分の1で撮っていこうと思います。こんな感じでいつもセルフタイマーで撮影しております。夫婦でのセルフポートレートは写真を撮るという目的も大事ですが、写真を通して生まれるコミュニケーションも大事なのかなと思っております。やってみるとすごく楽しいのでおすすめです。もう一枚詰めていこうと思います。いくよ。結構ね、皮肉痛なんです。あとね、これ NG ワード。さあ、どうでしょうか。いいと思うな。はい、こちらのカットなんですが、設定よりも何よりも最大の注意点があります。奥さんを持ち上げるときに絶対に重そうな顔や重い重いみたいな発言はしないでください。怒ります。いやいや、そんな僕もですね、筋肉痛になりそうとか言っちゃったんですよ。注意します。シャッターを切る前に2人でイメージ共有していると撮りやすいですよ。あとね、沖縄の人はね、近い距離でも車に乗るから日頃の運動不足が解消する。このカットは奥さんがずっとやりたいと言ってたカットなんだよね。自分らが撮りたいカットをマイペースにできるのもセルフポートレートのいいところかな。はい、風が強いのでベールのカットに挑戦するよ。こうやってアシスタントがいないときは三脚に固定するとうまく撮れますよ。はい、またベールを使って撮ってみようと思います。はい、こんな感じで、すごくいい風が吹いてくれました。4回ぐらいやったかな。このカットですね、どのように撮影したんですかとか、すごく DM からも問い合わせがありまして、意外と風がある日にこうやって三脚を使えばね、楽しみながら撮れたりするので、ぜひトライしてみてください。はい、こちら続きまして NG 集、笑えるでしょう。こういう失敗も含めね、夫婦の時間を楽しんでいってます。写真の向こう側にある夫婦の時間、僕が大切にしているものです。最後まで見ていただきありがとうございます。少しでもいいなって思っていただけた方、楽しいなって思っていただけた方は、グッドボタンタン、チャンネル登録すごく励みになるので、ぜひよろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。バイバイ。